ワンワールド、ワンワールドは世界規模の航空連合の一つである。アライアンススローガンは、2013年10月時点で3つ存在する航空連合の中で第3位の規模を有する。ワンワールドは世界151カ国883カ所の目的地に達し、便数は毎日1万便を超える。メンバー航空会社びその関連会社は運航計画。 航空券発行、共同運航、乗り継ぎ便運用、マイレージサービス、空港ラウンジの共有、経費節減、およびベストプラクティスにおいて、高度な協力関係有している。正規メンバー会社の子会社は、アフィリエートメンバーと位置付けられ、利用者側には、正規メンバー会社と同等の特典が受けられるように、することができるが、かつて、スターアライアンスに存在した。 リージョナルメンバーやスカイチームでのアソシエートメンバーといった正会員会社と資本関係のない提携会社を議決権を持たない循環員として扱うことしていない。ワンワールドは中央管理機構を確立した最初の航空連合である。発足当初はカナダのバンクーバー2010年よりアメリカ合衆国のニューヨークに本部を置き、 加盟航空会社各社の最高責任者で構成されるアライアンス委員会への報告を担当する責任者が本部に駐在する。アライアンス委員会の議長は基本的に持ち回り制である。業務担当者への報告は営業、情報技術、広報、空港、顧客サービス、並びにグローバルプロジェクトディレクターの職務長によって行われている。また、2010年には アジア地域における営業、広報活動の拠点として東京にアジア地区本部を設置した。メンバー航空会社は技術、整備事業、更新、手順調整、開発、支援ソリューション連携などで航空業界を通して使用できる可能な限り広範囲にわたる共通企画も開発した。また経費も一括購入と部品の相互共有によって削減されている。 ワンワールドは2006年度までの過去3年間の加盟航空会社の総収支が黒字である唯一の航空連合であったがこの記録も2008年には途絶えた加盟会社すべてが黒字というわけではなく数社が足を引っ張っている構図になっているかつて大きく赤字を形状していたアメリカン航空は最近収支が改善したインターネットユーザーが投票によって 賞を与えるワールドトラベルアワーズでは、ワンワールドは2011年度までの9年連続でベスト航空連合に選出されている。設立メンバーのキャセーパシフィック航空の香港を拠点に中国本土や東南アジア各国への幅広いネットワークに加えて、2007年4月1日に日本航空が加盟したことにより、アジア地域のネットワーク強化が行われた。 日本航空の加盟により、成田国際空港における、ワンワールド加盟航空会社の再配置が行われ、第二旅客ターミナルビルに集約された。同ターミナルをワンワールドの北東アジアでのハブと考え、チェックインカウンターのクラス別での共用化や、空港ラウンジの改修など、サービス機能を、加盟修航会社共同で強化している。2013年2月1日、 アセアンにも幅広い路線網を持つマレーシア航空が加盟したことにより、アジア地域のさらなるネットワーク強化が行われた。しかし、東アジアの日体中間や太陽国、シンガポールに加盟会社を持つスターアライアンスや、対中間、ベトナム、インドネシアに加盟会社を持つスカイチームに比べると、加盟会社数は少ない。2014年5月1日、 スリランカインドパキスタンなどの南アジア、サウジアラビアドバイなどの中東、西アジアにも幅広い路線網を持つスリライカ航空が加盟した。2010年2月23日に加盟予定を発表したインドのキングフィッシャー航空は、その後の経営難により現在加盟放流状態となっている。2007年4月1日にロイヤルヨルダン航空が加盟した。 2013年10月30日、豊富な機材で世界各地にネットワークを有するカタール航空が加盟。ヨーロッパから中東、西アジアへの便が多いブリティッシュエアウェイズの路線を含め、中東内のみならず、中東とヨーロッパ間などのネットワークがさらに充実される。オセアニア方面では最大規模のネットワークを持つオーストラリアのカンタス航空が加盟している。 航空連合には属さないが、カンタス航空の完全子会社に LCC のジェットスター航空を持つ。オセアニア方面にメンバーを持たないスカイチームやオーストラリアに国内線を持たないニュージーランド航空が加盟するスターアライアンスに比べ利便性がある。ブリティッシュエアウェイズとイベリア航空、この2社は2010年末にインターナショナルエアラインズグループとして 経営統合されたや、フィンランド航空が、ヨーロッパの東西南北の主要国を、ほぼ網羅するネットワークを持つため、ほぼ全土へ、路線網を伸ばしている。ただし、マレーブ・ハンガリー航空が2012年に、エアベルリンが2017年に経営破綻して、消滅したため、中東王の加盟会社が解無となり、チェコルーマニアの航空会社が加盟する。 スカイチームやドイツ5県各国及びポーランド、クロアチア、ギリシャ、トルコに加盟会社を持つスターアライアンスに比べると、ネットワークは脆弱となっている。そのため、ヨーロッパにおけるシェアは3位と、スカイチーム、スターアライアンスの後陣を廃している。2010年2月13日、アメリカ運輸省が、アメリカン航空、ブリティッシュエアウェイズ、イベリア航空、フィンランド航空、ロイヤル、 ヨルダン航空の5社が共同で申請していたヨーロッパと北、アリカを結ぶ大西洋路線の反トラスト法的要除外 ATI を暫定的に認可することを決定。その後、同年7月14日には欧州委員会 EC からも ATI 認可がおり、アメリカ運輸省も同年7月20日までに5社への認可を正式に決定した。これを受けて、 今後5社共同で大西洋路線の運営、管理を行う方針である。2010年にロシア第2位の航空会社である S7 航空が加盟したことにより、ロシア国内及び独立国家共同体、CIS、東ヨーロッパ諸国の路線網が充実し、ロシア方面へのキャリアを持たないスターアラインスより有利になるが、国際線はスカイチーム加盟のアエルフロートに比べると、 長距離路線が少なく東アジア方面へのネットワークが弱いため S7 航空のハブ空港である西シベリアのノボシルスク及びイルクーツクと東アジア方面の連結が今後の課題となるブリティッシュエアウェイズがイギリスの旧植民地を中心に多くの路線網を有している同社の参加にある南アフリカのコムエア円がアフィリエートメンバーとして参加しているものの エジプト航空と南アフリカ航空、エチオピア航空の3社を要するスターアライアンスやケニア航空が参加するスカイチームに比べるとネットワークは小さい状況となっていた。しかし2020年半ばまでにロイヤルエアモロッコの加盟が予定されており、東アライアンスで初のアフリカ系航空会社となることが決まった。北アメリカにおいては アメリカン航空が加盟している。US Airways との合併で世界最大の航空会社になったことにより、アメリカ国内線は元より中央南アメリカ路線などアメリカを拠点取る国際線のネットワークが充実した。しかし、設立メンバーの一社であったカナディアン航空が2002年に2009年に加盟したメキシカーナ航空が2010年に経営破綻して、 消滅したことで、同大陸におけるプレゼンスは、他のアライアンスと比較して高まっていない。ヨーロッパのブリティッシュエアウェイズがイギリスと北アメリカ間に多くの路線を持つほか、2010年10月の羽田空港の国際線造便以降は、羽田空港アメリカ間の直行便数では、ワンワールドが最多になる。ラタム航空グループのラタムチリとラタムブラジルが、 加盟している。2014年3月31日にタム航空がスターアライアンスから脱退しワンワールドアライアンスに正式加盟すると発表された。ラン航空市会社のランコロンビア航空は10月1日付で正式加盟した。スターアライアンスのメンバーであるエアカナダが吸収合併し会社が消滅したためワンワールドにおけるマイレージサービスのランクは ワンワールドエリートステータスレベルと呼ばれ、ルビー、サファイア、エメラルドの3段階がある。ワンワールドエリートステータスは利用者が直接取得するものではなく、各加盟会社がそれぞれ設定するマイレージサービス、日本航空であれば、JAL マイレージバンクの各ランクと対応づけ利用できる。また、加盟会社の相互利用でもマイルが加算されるよう、企画化されているが、 自社便最低登場回数など条件は各社異なる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。